すえき。すえきは、日本で古墳時代から平安時代まで生産された、陶質土器、石器である。青灰色で固い。同時期の弾きとは、色と質で明瞭に区別できるが、一部に中間的なものもある。平安時代には、陶器と書いて、末物、末器物と読まれていたが、それが古墳時代に遡るかは未詳である。陶器と混乱を避けるため、 現代の考古学用語としては、末期が一般化している。20世紀前半までは、岩井べどきと呼ばれることがあった。同じく、末がつくものとして、末焼きがあるが、これは、江戸時代に、福岡半時期後用用があった、現在の福岡県加すや郡末町で焼かれ、その後博多人形思想家の中の小屋が継承した、無双かなさび焼き代表される焼き物を指したものであり、 スエキとの直接の関係性はない。ただし、カスヤ群スエは、約2万年前の遺跡があり、大量の陶器、スエキが出土したために、スエと呼ばれるようになった。スエキの起源は、朝鮮半島、特に南部のカヤとされ、初期のスエキは、半島のものと区別をつけにくいほど似ているが、用語としては日本で製作された還元炎、還元炎症性の硬質の焼き物だを、 末期という、朝鮮半島のものは、普通名詞的に糖質土器と呼ばれるか、かや土器、白木土器、くだら土器などもう少し細分した名で呼ばれている。縄文土器から弾きまでの土器は、日本列島古来の技法である、和積み、紐状の粘土を積み上げるにより成形され、野焼きで作られていた。このため、焼成温度が800から900度と低く、強度があまりなかった。 また、酸化炎を焼成、酸素が十分に供給される焼成法となったため、表面の色は赤みを帯びた。それに対し、素液は全く異なる。技術、ろくろ技術を用いて成形し、穴蔵用、穴釜と呼ばれる、地下式、半地下式の上り釜を用いて1100度以上の高温で還元炎を焼成されることで強く焼け締まり、従来の土器以上の高度を得た。 閉ざされた穴蔵用の中では、酸素の供給が不足するが、高熱によって燃焼が進む。燃料からは、酸素が十分なら二酸化炭素と水になるところ、一酸化炭素と水素が発生する。これが、粘土の成分にある酸化物から酸素を奪う、つまりは還元することで二酸化炭素と水になる。特徴的な青灰色は、粘土中の赤い酸化台に鉄が還元されて、 酸化第一に変質するために現れる。基本的には釉薬をかけない。釉のかかったものも見られるが、これらの多くは、釜の燃焼中、燃料、焚き木の灰が、製品に付着し、高熱で融解して、偶然生じた自然釉である。高温度規制産の技術は、中国江南地域に始まり、朝鮮半島に伝えられた。日本初期には、 くだらなどからのトライ人が制作したとの記述がある。一方、水人天皇、水人三年の時代に、白木王子天実保護その従者として、末期の皇人がやってきたとも記されている。そのため、白木系末期、もしくは糖質時が伝播していた可能性が、否定しきれないが、現在のところ、この記述と関係が深いと思われる、滋賀県竜王町京谷鎌跡郡や、 天日保護が済んだと言われる旧田島地方でも、初期の末期は確認されていない。結局、この技術はくだらから茅を経て、日本列島に伝えられたと考えられている。考古学的には、大阪府堺市、泉市、大阪狭山市、岸和田市にまたがる千木丘陵に分布する、末村鎌跡群の発掘調査と、森光一、田辺正造。 中村広志らの一連の変年的研究により、末期の出現は古墳時代中期の5世紀中頃とされていたが、近年では末村鎌跡群内に含まれる、堺市大場で来石の TG232 号用、TG231 号用や、野野井西遺跡の ON231 号用において、より古い段階に位置付けられる末期が発見され、 少なくとも5世紀前半段階には、朝鮮半島から糖質土器が持ち込まれるのと、ほぼ同時に生産技術が称され、末村地域で末期生産が開始されたことが明らかとなっている。このほか最初期に末期生産が始まった場所、鎌跡として、福岡県の小熊、山熊、八並鎌跡群が知られている。また、水田市水田十二号用、岡山県奥が谷鎌跡、 香川県群山一号用、三谷三郎内西岸カマート、福岡県安町山熊カマートなどの諸元記のカマートも日本各地に作られる。これらの経譜は、いずれもかや経営である。この内大阪府の末村カマート群は、日本列島最古かつ最大であり、日本三大雇用の一つに数えられている。天皇陵を含むと考えられているモズコフン群と、地理的に近接しており、 やがて、大和王権の管理の下で、同じ規格の製品を生産するよう投御されるようになったと考えられる。そのような、品質管理の状況を物語る遺跡として、堺市の不田遺跡や、小津の大石が挙げられる。5世紀末から6世紀代になると、列島各地に、末木用が作られた。これらの末木用で、末村様式の末木が生産された。 福岡県大野城市、春日市、大財布市にまたがる牛首かまあと群、三大雇用の一つ、兵庫県明石市,市、三木市付近に分布する東湾地域かまあと群、岐阜県岐阜市の三野末かまあと群、愛知県尾張地方東部の砂投げかまあと群、三大雇用の一つ、静岡県古西市の古西かまあト郡などが挙げられる。このことを、末村工人の地方拡散と見る説、在地工人が、 末村様式を受容して生産したと見る説とがある。微妙な地域差が見出せるものの、劣等的規模での規格化の力が働いていることは確かである。このことから、末期生産において、大和王権が主導的役割を果たしていたと考えられる。古墳時代の末期は、主に祭祀や副葬品に用いられた。はじめのうち古墳からの出土に限られるが、 普及が進んだ後期になると、西日本で集落からも出土し、西日本では、末期、東日本では弾きが優勢という違いが現れた。奈良時代以降になると、各地方で国分寺の河原を焼成するために、画用と共に、末期焼成用が作られるようになった。国や軍の漢画での使用が柱にあったが、それだけにとどまらず日常の器としても、盛んに用いられるようになった。 愛知県小牧市周辺の沖田区用跡群、埼玉県鳩山城及びその周辺に分布する南引き跡群や東京都多摩地域、町田市、八王子市、稲城市、多摩市、日野市に展開した南多摩鎌跡群はその代表例である。末期生産は江戸に退治する城作の設置に伴って東北地方に達した。平安時代にはこれまで 末期生産が盛んだった西日本で一軍一洋の体制から一国一洋への修練が見られ産地の数が減る傾向が出てきた。地方統治における軍の役割の低下と国の役割の向上が背景にあるとも言われる。しかし辺境域の東日本では逆に生産地拡散の傾向が見られ関東地方では新規の窯が増えた。東北地方中部、南部でも奈良時代には少なかった。 末期が9世紀には盛んに制作された。それも9世期末には衰退し、弾き系の土器にとって変わられる形で、末期生産は10世紀に耐える。なお、愛知県のさなげようでは、大陸輸入の越収養成時を糖質土器で模倣する試みによって、8世期末、内市9世紀初頭に、日本初の人工世紀陶器、磁器、海遊陶器、 緑釉陶器の生産に成功した。生産技術は、さなげ用の周辺地域にも普及し、これ以降東海地方、岐阜県、愛知県、静岡県の末木用は、海油陶器生産の一大拠点へと発展していく。末木生産拡散の再演は、9世紀末から10世紀にかけて創業した青森県五所川原市の五所川原用で、津軽平野にある。 当時日本の支配領域の外か外縁にあった五所川原用からは地元の津軽半島だけでなく北海道まで製品が送り出された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。